今日です。今日なんですけれども、これ、見覚えないですかね。ちょうどゴールデンウィークの時に、ジャパネット高田で、まあ、新モデルとして発売されたダイソンの、まあ、ダイソンマイクロとほぼ同等スペックのモデルになるんですが、まあ、これ自体はダイソンマイクロなので、まあ、形はほぼ一緒なので、ちょっと今日はこちらを使ってお話はさせていただくんですけれども、お掃除に関してになります。ちょうど発売されて購入された方って1ヶ月とか2ヶ月ぐらい経過してると思うので、まあ、メンテナンスですね。こいつ自身のメンテナンスって皆さん大丈夫ですかっていうお話なんですよ。で、まあ私一応なんですが、ダイソンではないんですが、まあこういうところのメーカーでずっと勤めていてですね、こういうもののやっぱお手入れの話ってすごい出てくるわけですよ。そしてこれ分かってない人大体壊してしまったりとか、あとすごい臭くなってしまったりとか、まあそういうなんか悲惨な目に遭うんですよ。せっかく高いお金出して貼ったのに。なので、まあそういった経験だったり知識を踏まえて、まあちょっとダイソンではないんですけれども、まあ同じなので基本的に、まあお話をさせていただければなと思います。で、その上でなんですけれども、まあこういうもののお手入れもそうですし、まあいつもやられてるお掃除もそうなんですけれども、基本的な考え方としては、日常的に行う清掃と、定期的に行う清掃って2つあるんですよね。で、毎日とか、短いスパンでやる清掃というのは日常清掃と一般的に言います。で、これのお手入れも、やっぱりね、日常清掃ってすごく大事なんですよね。で、逆に定期清掃というのは、まあ、本当にわかりやすいもので言うと年末の大掃除。あれはもうまさに定期清掃の典型なんですけれども、例えば半年に1回とか数ヶ月に1回、1年に1回、がっつり行うものを定期清掃と言います。まあ、こいつに関しては、発売された期間から言って、まだ定期清掃は必要ない状態なので、今日はこれの日常清掃に関しての動画となります。で、日常清掃のコツというのは、あまりめんどくさくならないというようなコツなんですよ。嫌になっちゃうので。なので、さっと効果的にお掃除をする。お手入れをするというのが非常に大事です。じゃあ、用意するものからまずお話をさせていただきます。はい、まずですね、ダイソン一式ですね。と、続けて、歯ブラシ。これ、ホテルの歯ブラシ出してきました。はい。まあ、いらないやつでいいです。で、まあ、もちろん乾いてるものですね。あとは、紙2枚。はい。これ、なんで紙にしてるかっていうのは後ほど説明します。あとは、アルコール除菌スプレー。です。はい。これだけです。日常清掃なので、まあ、こんなもんで、ざっといきます。じゃあ、最初に、簡単にばらせるところを全部ばらしていくっていうところから始めます。まあ、ダイソン簡単なんですよ。まずここをパコッと開けます。これいつもゴミ捨てるとき一緒ですよね。で、この後もう一段階あって、ここ。ここをですね、こうしてやると簡単に外れるんです。皆さん知ってました？これ。で、これで外します。で、あともう一個あって、ここ。いわゆるヘパフィルターと言いまして、最後の排気をきれいにするフィルターが入っているので、ここもばらします。本体の分解は、日常清掃なので、ここまでにします。で、これ以上行くと、やっぱここのね、ネジとかも普通のプラスドライバーじゃ開かないんですよね。こういったところは、定期清掃の時にやるっていうイメージで OK です。続けてこいつ。これね、進化してるんですよ。めっちゃバラすの簡単になってるので、ぜひ覚えていただきたいんですが、ここにあるんですよね。つまみが。こいつをグッと回すと、あとね、簡単に、外せてしまうんですよ。こういう感じ。はい、これだけです。もう分解は以上になります。でです。続けてお手入れに関してなんですが、まあ、アルコールと、なんでこれ布じゃないのかっていうのを解説すると、これは匂い対策として、紙がおすすめなんですよ。というのも、半乾き、タオルの半乾きの匂いってみんななることあると思うんですよね、どうしても。で、まあ、乾いてると匂いって意外と出ないんですけれども、お掃除の時ってちょっと濡らしたりするじゃないですか。すると、まあ、その匂いが出てきます。じゃあ、それがこういうところにつくとします。で、その時はまだいいとします。ただ、これ時間経つと増殖して匂いの原因になるんですよ。なので、まあ、可能な限り、まあ、ちょっとね、エコではないんですが、紙の方がいいです。なぜなら匂いがないので。はい。で、なんで2枚なのかというと、アルコールなんですよね。で、これ、素材調べたんですが、詳細出てこなかったので、不明です。ただ、気をつけないといけないのが、アルコールって、変色する場合があるんですよ。で、
特になんですが、例えばあるアクリルとか金属の一部で、確かアルミかな、いや違う、いいのか、アルミも長くつけてると変色したり、まあこういう椅子とかそういったものに関しても変色の、まあ塗装が変色したりするんですよ。なのでまあ使うのは全然いいんですけれども、しっかり空拭きをしましょうねという意味で今日は2枚用意してます。はい。であとなんですが、まあここですね、養生って言います。こういうのね、やっぱり引かないとテーブルの上汚れちゃうじゃないですか。まあこれね、清掃の基本なんですけれども、まあ養生としては、まあよくあるのはビニールで養生する。あとはまあ家庭だったら、まあこういう新聞紙広げて養生してもらえれば問題ないので、まあここまで行います。じゃあ早速お掃除をしていこうと思います。アルコールもったいないんで、布じゃなくて紙の方につけましょう。で、紙も、こうやって折って使うといろんな面で使えて非常にエコなんですよね。で、こういう感じにして、まずこういうクリア瓶ですね、を拭いていきます。で、拭けるところは全部拭く。こういう縁とかですね。全部拭いて、こういうところもそうですね。で、こういう内側も特にね、しっかり拭いていきましょう。で、外側もついでに拭いていきます。で、必ず空拭きをしましょう。まあ、これはさっきの説明ですね。まあ、ちょっと素材が何とも言えないんで、変色対策として、やっぱしっかり空拭きもしていくという感じです。はい。で、クリア瓶に関しては、クリアケース、あ、ダストケースか。ダストケースに関してはこれで以上になります。で、続けてこいつですね。こいつに関しては、基本的にパンパンする感じ。で、ベッド、ハンディクリーナーがあれば、まあ、吸ってもらってもいいと思います。はい。っていう感じですね。パンパンして軽く落とします。で、次になんですけれども、こっちですね。こっちに関しては、こういうもの、細かいところがあるので、やっぱ歯ブラシがあった方がいいんですよね。で、まあ、可能な限り書き出す。書き出していきましょう。こういうところもそうですね。あとはこういうところ。ここもね、ちっちゃい穴が開いてるので、こういうもので書き出してあげるといいと思います。この中とかですね。こういう中もそうですね。はい、こんな感じで軽くお手入れをしたら、次はアルコールで拭いていきます。まあ、まだまだ綺麗ですよね。買って1ヶ月ですからね。で、こっち側もそうですね。で、拭いていきます。ここもね、こういうところも、ちょっと拭いていった方がいいですよね。磨いて。で、こういう穴とかも、こういう感じで入れて、まあ、こういうのでズボッと、中まで。可能な限りでいいので、お掃除するといいと思います。はい。じゃあ、次なんですけれども、空拭きですね。しっかりと空拭きをしていきます。まあ、そんなに濡れてないですけどね。しっかりと空拭きをしていきます。じゃあ、次は、こいつだ。こいつ。これも、やっぱり、ここに、まあ、モーターのところがあるんですよね。まあ、軸の部分があるので、ここも、やっぱり、歯ブラシして、しっかりと、奥まで書き出していきましょう。こういう付け根のところね。で、この軸のところ気をつけてください。軸のところなんですけれども、髪の毛とか絡まってたらしっかり取ってあげましょう。これね、これ故障の原因になるので、ここはちゃんとチェックして、まあ、ある場合は、ピンセットとかでよく取っている人も多いんですけれども、やります。で、ここの穴のところも詰まっていたら、やっぱりしっかりと清掃した方がいいですね。はい。で、続けて、布ですね。で、まあ、さっき汚れたので、ひっくり返して、またアルコールをつけて、拭いていきます。で、まず手が届くところをしっかり拭いていって、で、この細かいところに関しては、入れれるだけ入れる。で、無理に入れないでください。ここの軸壊れる可能性があるので。で、こういうのを使って、奥までしっかり拭いていきます。はい。
ですね。で、まあ、パイプとかは、まあ、もし汚れているようだったら覗き込んで、まあ、丸めて、細長い棒とかでぐーっと掃除してもらえればいいと思います。まあ、正直で、日常清掃ってもうこんなもんなんですよ。で、あ、ごめんなさい。あと、ここ、拭かないとダメですよね。仕上げの腹拭きと。で、これをやってあげるだけで、かなりね、清潔は保てるというのと、菌もすごく増殖するので、アルコールしてあげると良いと思いますね。で、まあ、ジャバジャバやる方もいますよね。こういうのとかは。水洗いでジャバジャバ洗っちゃう方もいますね、この辺は。で、もし、水を使う場合は、一番やっちゃいけないのは、濡れてる状態でまだ使ってしまうと、非常に臭くなります。菌が繁殖するので気をつけましょう。まあもしね、差し支えなければこのやり方が一番安全だと思いますので、ぜひご参考にしていただければと思います。じゃああと戻していきます。これで戻ります。これで戻ります。これも簡単ですね。ここからズボンと入れて、あとはこれだけで回して、ちゃんと回るかどうかっていうのを確認します。はい、今日なんですけれども、まあ、ジャパネットで、まあ、今出たマイクロ、ダイソンマイクロと、まあ、同等のスペックの機種の、まあ、メンテナンス方法として今日は解説をさせていただきました。はい、この動画ですね、参考になったなって方は、いいね、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあまた。